ヤッホー、ハンズの部屋へようこそ。今日のゲストはピアニストのちなつこです。ヤッホー、ヤッホー。ね、ゴリラ人間のねピアノもやってくれて、でそのシンガーピアニストとして、大活躍のちなちゃん、初新曲レコーディングしました。どうでしたか？いや、なんか前よりも、マイクの使い方がちょっと分かってきて、ねえ、はい、良くなってきて、あ、ちょっとね、度数でなんかちょっとしっかり練習していくみたいで、そうですね、それでね、はい、なんかね、推しから聞くと明らかに効果が出ててね。いや、違いますか？違う、やっぱ全然、あの、スーパー絶対音感の人なんね。スーパー絶対音感の人で、こうね、絶対音感で声楽もやってたから、うまく歌えば歌えちゃうわけじゃん。まあ、そうですね、ちょっとこう上手いけど真面目すぎるみたいな、そういう癖がやっぱどうしてもあるじゃん。そうですね、もうオペラに寄っちゃえばいいんですけど、はいはいはい、じゃなく、はいはい、ピアノ科とかで歌、音楽教えるぐらいの人たちは大体絶対音感を持ってて、そうだね、はい、なのでもう全部単音で取っちゃうんですよね。あ、そう、ドうつぎそだからドソ、はい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 、その間がないというか、はいはいはい、はい、もう全ての音が分かっちゃうから、はい、その絶対音感と発声をちゃんとさリンクしてるじゃん、みんな、はい、あの歌う人は。そうです、ね、そうするとこの音出すね、その音を出すって言って出せるんだよね。俺は出せないけど、そってんの、その音は、そう、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、そうって、そうって、そう、確かに本当だ、ほんまや。これはね、絶対音感のあの持ち主の利点でもあって、でそこに頼りすぎちゃうと、うん、俺らみたいな下手馬から見ると真面目だなと思っちゃうんだよね、うん、どっか真面目すぎてそれだけだと、そう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 、本当にそれだけになっちゃうっていうの、うん、ねえ、でちなちゃんとは1年ちょっと前に出会って、すでにその時から絶対音感があるピアニストの歌じゃねえなと思ったんだよ、うん、だからそのね、こう歌手ね、歌手でこうやりたいっちゅうから、あ、じゃあやろうっちって、でこのなんかあの所属決まってやってんだけど、当時からいわゆるピアニストっぽくない歌い方で、わざとですね、やっぱりもともとは音を、うん、絶対音感の、はいはいはい、本当あの教本をずっとやってたので、うん、はいはいはい、そっちなんですけど、曲でカラオケ行った時になんか上手くないなって思って、うん、はいはいはい、お父さんとかなんかめっちゃうまくて、はいはい、なのにドレミわかんなくて、うん、っていうとこから何が違うんだろうって思った時に、そのなんか歌い回し、歌詞とかの歌詞によって同じ音型でもなんかちょっと崩すとこが違ったりっていう、でも本人は崩すって決めてなくやってるから、それが何なんだろうって思って、あ、それもそっか、はい、こうしっかりと出せる人はそこから外れることを努力しなきゃいけないとね。そうです、しました。そういうことだ。それ元からセンスで持ってる人はいいんですけど、はい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 、俺らも全くその絶対音もないから、うん、鼻歌でしか歌わないし、ね、わしなんかあのうまさとか関係なく歌ってるからね、味しかないから、そういう苦労が決めポイントが勝手にこうある人と、はいはい、絶対音感で音を取ると全部が決めポイントになっちゃって、うん、あ、そっか、ピッピッピッって、はい、いわゆるこう点でデジタルみたいにこう、そうなんです、全部、はいはいはい、全部当てにいっちゃうんですよ、ね、はい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 、当てるところがどこなのかっていうのが、まあ、最初でもそうやって、うん、とやってたところを声かけていただいてて、あ、そういうことね、はい、でもそれだけじゃ、うん、じゃ実際のテンポで歌うと、うん、結構うまくいかなくて、はいはい、それが最近そのインサイゴロナイを聞いて、まあ、うん、とりあえずでも何でもやってみたいので、うん、やってみたら、うん、なんていうんですかね、そのちっちゃいフレーズをインサイアウトやると、はいはい、まあ、歌詞も関係ないので、うん、どこの音符にめがけていけばいいのかっていう、うん、はい、音程度数的なのが、うん、はいはい、なんかスッて入って、多分あの言ってる言葉がイニセヨでドレミファじゃないので、うん、呪文みたいで、はいはい、なんか変にドレミファにこだわ、あの、とらわれずにいけるんですよ、ね、はいはい、ただ移動音だったらその音はもう絶対にさ入っちゃってるから、
あのそれを、ね、そドレミでやっちゃうと、うん、そっちに引き寄せられるから、はいはい、確かに。でそれイニサヤでやるとわけわかんない歌詞でもない、うん、ドレミでもない、そうドレミでもない、そうあの新しい言語みたいになってるので、はいはい、それが多分そこにちょっと相対音感的な、はい、こう流れで見えてきて、その間が見えて、はいはい、そうですね、イーサーゴーで、うん、イーゴーって行きたいときに、はい、ドーソーだと結構ドーソーソーって言っちゃうんですけど、はい、あそこはドとソの単音で当てちゃうけど、ドーソーミーとか言っちゃうんですけど、はい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 、イーゴーサーだと、はいはい、そのゴも なんて言うんですかね、その、うん、ドスでこの場合の曲の明るいのが欲しいとか、はい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 、こう求めるようになって、はいはい、点じゃなくてそこまで距離感とか、はい、役割とか、そうですね、多分そういうことなんだと思う、ね、なんかそれでちょっと曲の運びが上手になったというか、うん、それはねすげえ感じて、で今日やった曲とかチームジャーの曲だけど、はい、なんかねこうなんちゅうの、 あのいわゆる俺で言うとでとかあのフラットフィクスとか、うん、で出てくるんだよね。そうですね、結構入れました。そう、それがすごい、あそんなに入るんだと思って、うん、明るいね、かわいい、うん、ああいいね。それ度数で歌うと、これは、ここが E なので、うん、ローで、うん、これが D5 A A、うん、ローローエローローエローなせなっていう時に、はいはい、なんかなせせせっていう、やっぱせはちょっとこういう、うん、なんていうんですか、うん、感覚が、はいはいはい、この前後ろみたいな、なんか全体的に取るようになったんですよね。しらしじゃなくて、うん、なせせせはここの位置みたいな、はいはい、距離感とかのあれなんかな、はい、そのいさよーで、うん、でだと、うん、よーでーってちょっとそのあ、はいはいはい、での感じで、ね、デーモンな感じが出てくるっていう、それがあるんですよね。そう、ミファファのシャープだと、はい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 、なんかただその鍵盤がこうなっちゃうのが、はいはいはい、イサヨデゴってローナってこうちょっと立体的になる感じがします。素晴らしい、はい、それ僕のあのコンセプトです。その、はい、自分の中でちょっとうまくな、はいはいはい、変わったのが、はい、まあ、軽く弾きながらなんかインサヨで、そうインサヨで、ゴササニサゴイニイニゴナイイニササロゴサナイナイニイニニスニマサイゴとか、すげえスも入るんだね。スとか入れたりとか、そうそう、すげえスが入ってマが入って、おお面白い、おおすげえ。でこれ弾きながらだと難しいんですけど、うんうん、例えば悲しいことがって、うん、こうがでやりにくいんですよ、はいはい、歌いにくいってことね。 その時に、うん、ささろさろごさろ練習すると、はいはいはい、サロコ、ことがあった時ってなんかハマってくるわけね。ハマってそうなんですね、はいはい、スポットに。今まではなかったので、嬉しいね。それが大きいかなと思います。それなんです。だからハマってくるんで吸い寄せられるように、はい、低音狙いじゃなくてなんか、はい、こう吸い寄せられるようになんか歌っていい音にハマっていくのがこう度数症の、なんかいらない音も、ね、うん、いらない音ってな、まあ、ないんですけど、うん、でもなんかそういう、そのミミレミソドレドレソが、うん、これ実際眠い目こすりってここをそってあげたい、はいはい、でそれがなんかそのイニサヨでやってたら見つけたというか、うん、こうサーサーにサー、それをサーゴ
さあごってやると抜ける、はいはいはい、ミーソーって自分でやるともうドレミアソが入っちゃってる私はミーソーってソー当てにいっちゃう単音でいっちゃうわけね天然でやっちゃうわけだそうですもうそれは多分私がずっとピアノでやってきたからなんですけど、はいはいはい、それなのでさあごさあご縫い目こすりはいはいはい。ってなんかニュアンスをつけられるように。なんか本当に吸い込まれるように歌え、今日本当ね、それを感じて。でも本当短い、レコーディングめっちゃ短く終わった。ねえ、すぐ速攻終わったもんね。今まで一番。長めっちゃ何回も撮ったのが。ほとんどなんか、スラッとこれでいいんじゃないぐらいな感じ取れたんで。自分でもそれは。素晴らしい。俺も嬉しい。だって俺はその感覚ないから、絶対音感ない人は、はい、こう絶対音感のある人の歌を聴いて、その自分とは違うってことを分かってさそこは何が違うんだろうって思う想像してさ、うん、これやったらもしかしたらもっとなんかもっと歌が柔軟になってこう躍動感とかさスムーズにこう歌えるっていうかそういう感じをね想像してたらなんか本当にちゃんと練習してくれててなんかレコーディング中にそれを確認するんだよねあそうですそうですしますそう次撮る前に、ね、ここがっていう時にそう、イサーとか言ったから、あ、え?と思って。よし、はい。いいね。普通ピアノで撮るじゃん、みんな。そうですね。そうよりさ、点で撮っちゃうんだよね。ピアノで確認してやっちゃうと。もう音確認になっちゃうので、音は分かってるけど、うん歌えないときに、はいはい、その流れをね、流れで、はい、流れを思い出すみたいな、はい、うわすげえ嬉しいわちょっとそうですねこれねハイブリッド度数だうまいとは限らないそうなんだよそこねそこ本当にみんなあのちゃんとねあのみんな理解してほしいよねそこね練習したいところですねこうあのなんでハイブリッド度数ですハイブリッド度数ねこれねこれも本めっちゃ熱いけどやることは度数をインサイドコロナで歌うだけだもんね、うん、それだけで本当ねいや本当すごい本当に効果があったからあとピンポイントでの練習に、うん、はいはいはい本当この跳躍だけから、うん、はいはいはいからやって最初全部インサイドコロナで歌全部歌わなきゃと頭パンクするので、うん、ここだけここがうまく次に繋がらないとかの時に、はいはいはいやると、まあ、本当に怪しい通算だったけど、本当ガチにちょすごい今日ね効果があったから、そうですね、すげえ楽しみ。やってます。ぜひちょっとこれからもねぜひね、はい、やってくださいね。で今日はこのまたオーストリアンオーディオで、撮りました。はい、でエイブルトンです。イニサロのね一番の音で。まあ、2が2ヒルの音。2度ね。3はサニーの音、明るい。4は酔っ払い。ちょっとこう、ふわーって感じ。で、5は5位だ。力強いよね。ロマンチックの6度。ナルシスト、ちょっとこう、ナルシストだね、やっぱり。1番ってね。さっき言ったスーはさ、スペインの音に、ね、スペインの音楽にぶつかれるじゃん。いやもうまさにスペインってタイトルのね有名曲もやっぱりみたいなさあ確かにここやっぱ使うんだよねでこれはマはやっぱさマイナーのマでさっきのねでっていうのはさ悪魔の音だしねで円かな波の谷間にとかねまあもうモーションセブンスの音ねこういうね12個をただ覚えるだけなんでそれでなんか部分的にも歌ってくれたらほんと今日完全通販じゃんこれ怪しい通販になっちゃったそれよりもほんとに今日ちなちゃんがまたちょっと歌手としてねまた一個ねちょっとまた違う次元に行った気がしたんでねこれちょっとリリース皆さん待っててくださいね6月9日に、わしとちなつことギターのたまちゃんゴリラ人間ズの、ゴリラ人間ズトリオ初のトリオやりますで8月にはフルバンドやったりとかいろいろやりますんでちなちゃんも
でそのライブいっぱい決まってますんで、はい、なんか今パッと言えのある？あ、そのロックの日、ロックの日ソロもやるので、そうだよ、ソロ出て最後にトリオで、はい、ゴリラで出ますんで、ゴリピアノで、ぜひね、ぜひね来てください。ということでね、ハンズの部屋、今日ハイブリッド度数、そうです、ね、怪しい通販でした。怪しい。でも本当だもんね、これね。でも、私は効果がすごいあったので、ある人はいっぱいいるんじゃないかなと思います。ということで、みんなもやってみてね。バイバイ。バイバイ。